陳久鹿は中国秋代、台湾帝止政権時代の軍人。字は、また、はじめ、送り名は文章である。民の福建省泉州不動安県の人である。民末の巨人陳家内の子供である。夫人は公式帝である。陳久鹿が15歳の時、父は道安県の教諭であった。新軍が福建に進撃した時、陳家内は国に準じた。 帝政公がアモイに開封したとき、陳久家は23歳であり、1656年、兵部次郎、大田忠家の推薦を受けて、帝政公と政治について語ることができた。陳久家が述べた見解や、未来の分析は、帝政公に、え花は、今のが龍なりと褒められたほどであり、市議三軍の職を授けられ、帝政公の固定業の師となった。 定期期間の参謀となったのである。民間では、陳近南の別名で知られ、成長に反対する天地会を開いたとされている。陳久家が若い時、家境を通り、流刑生員の資格を得ている。1648年、新軍が定政公が支配する道安県を攻略した時、陳久家の父親、陳家内は新軍に殺された。陳久家は、すぐに、 丁政公のもとに馳参じた。丁政公は彼を生死定業の教師にしたが、陳久子家は丁政公から家には授けられていない1662年6月、丁政公が要去ると、定業は遠平王を継ぎ、陳久子家を市議三軍に任命した。この時、台湾の子明は、丁政公の弟である丁重ねを代理遠平王と、小東大将軍に擁立した。 帝行は、陳英華一同を引き連れた台湾に侵攻し、孔明の軍隊を撃破し、この内乱を収めたのである。1663年、帝行がアモイに戻った後、帝隊とファンショーが前に、個人的な関係があったのがわかり、彼に対する疑心が生じ、帝隊を逮捕しなければならないと思った。陳久史家は、帝行に検索している。帝行が台湾に行く前に、 金久し創生と掘った官員を帝隊に送り、金門、アモイの防備を任せるとしたのである。帝隊はこの印象をいただくと、アモイにお礼を根性しに来たが、帝行は帝隊を金庫にしている。1664年、帝行は金門、アモイで、清とオランダの連合軍に敗れ、道山島にまで退いた。この時、人心が不安になり、成長に投降する者が多く出た。 提供周辺の有力なものまで清氏に降伏するよう勧めたのである。しかし、陳久しかと孔明が次のように説得した。投稿した人の多くは皆土木や商人の類である。名手の官員と戦勝して新長の厚遇を受けるつもりでしかない。一万一投稿した後、このような待遇を受けても理想とはならない。これは笑い話みたいなものだ。 帝行はこれを聞いて、投稿の考えを捨て、台湾に退去し、国の政治をすべて、陳久家の処理に任せたのである。1674年、帝行は、三藩の乱に応じて、海を渡り、精製を行ったとき、陳久家に、東康氏の創生を命じ、十五の守りを固めさせたのである。英派内政治、宮尾天族希少、軍部欠望、及び壁後、箱と息、 しかも、氷石藩、流国記機三34年春3月、受け開兵、ヘフ長、岸鴨元の、遺書武器国圏。連横、台湾通信、氷石藩同定兵会、打つ、皆が花白十圏。しかも、所持法制官儀。数又またしばしば受けほの素知り、心、実る気の、姑とめため、用よ,よしみ、影とも国圏計りごと、のきき鈴藩会所兵圏も元の。 半元その作前。一日たち、会、ええ、花所、半曰く、自端子が生成寸行ともむ、嫌いなおい、そのくらい、こと悟る赤岩。処本圏天明白、盗足、自、森、角悠々もう、中あまり年。え話に痛め実る、嫌い即栄骨球、へ、不浄花最下緑鎮、へ意味決つ。半条感曰く、また、はじめ金労数。 はじめ、形色衣装。今よく、骨急静をさむ、上でおま、よ、不重の。ただしそのところすすむし、加工、竹平白ためぜ。平反儀、上、平花、告げす進む諸葛串旅交流国圏、のき自社祭、平のちいたりさん、のきしとう、花軍、しかも赤藩らを認知へ除去。花方、悟るため藩書、あたい、皆無及びなり、 心大雄王。高日章、台湾激戦六6 8 0年6月、定業は台湾に帰ると、陳久鹿は、権力を握った、氷石藩と流国権に排斥された。氷石藩に騙され、陳久鹿は、創生とイサム、伊佐モ守を辞任し、流子岩に引退した。1680年7月、世を去った。後に、天京州石山保大深山に葬られた。 あとに、聖長は、彼のムを先週に改装し、一部分を元のところに残した。連横、台湾通詞には次のようにある。陳栄華、地又、はじめ、府県道安人。栄花木基父も、即捨てる受精無、極無心天加時。自成光のベラン天加し、石鹸後、与え断時時、終日府県。大気曰く、また、はじめ今の、我流なり。 十三軍、町も、品例川崎茂げと、野上伊佐助教著の台湾史の中では、陳久鹿を形成の際もあり、事務に長じていた。定業が台湾を経営する政策の大半は、陳久鹿の放寸の間から出ていると評価している。連横の台湾通史では、陳久鹿を、怪物政務、帝、ひとしとその行事。 昨日諸葛武功と評価している。その他、連横はまた、次のように評価している。英花伊勢樹宮尾天属希少、軍務欠望。及び壁後、恥実域しかも氷石藩、流国記の三34年春3月、受け開兵ヘフ長、岸鴨元の、衣書武帰国権ある人は、彼が、停止不死を補佐する業績を、諸葛亮が劉、流備 流前不死を補佐するがごくとして、陳費殺化を停止諸葛と称している。軍隊の糧食不足問題を解決するために、陳費殺化は、帰化の将軍たちに軍屯を奨励し、米を最重要の農作物とした。官暑も、また農業発展の重点の一つとされた。官暑から砂糖が取れ、これが日本やイギリスに輸出されたからである。このそっと、当時の台湾の人々は、 海水を煮て食塩を得ていたが品質に差があった。チンヒサシカは製造工程を改良し林土塩のりを進めた。その工程は以下の通りである。まず塩田のそばに溝を掘り海水を土に染み込ませ塩土を形成させる。そこから塩水を取り出し結晶地で火にさらして塩粒を取り出すのである。これにより塩の品質を高めたのである。 また、新朝が戦海令を実施したことにより、台湾の物価が上昇した。特に、布の場合は激しかった。陳久鹿は底辺に剣議し、新朝の解剖を担当する将軍に賄賂を送り、密貿易を進めさせた。その結果、台湾に貨物が流入し、物価が安定した。儒教の思想を広めるため、陳久鹿の剣議により、 1666年、台湾第一座の孔子病を宅後補に立てた。そのそと、地方に学校を建て、三家で8歳になれば入学させた。陳久差家は、下居の制度を制定した。それによると、天根教習、万年習で、3年ごとに2回修身を行い、合格した後、踏み、陰見を通過すると、不都市学で勉強することができる。これにより、 政府の求める人材を養成することとした。この外、官化が進められ、陳久鹿は入学している現住民に彼らの養育を特別に免除した。陳久鹿は歩行制度を進め、地方秩序を維持した。10校1パイとし、10パイを1校とし、10校1歩とした。人々は職業、婚姻、出生等すべて歩行を通じて、 地方官に報告しなければならなかった。治安のため、陳久子家はまた、賭博を禁止した。陳栄家夫妻の初め、石山古代深山に葬られた。停止政権が滅びた後、清朝は、二人の遺骸を、道安県に改装した。そのために、元々の墓は荒廃した。日本が台湾を統治した時代になると、一人の日本人により母碑が発見された。 墓碑には、以下のようにある。公明像自然大部、正治上京、都殺院里漁師、創生、死に三軍、官軍御お送り名、文章鎮後期配布人、祝帝公私母墓碑は保存されている。1954年、墓碑が発見された場所には、遺憾塚が設置されている。鎮久しか進む軍拓墓、創建王成功期20年、鎮久しか服はじめ。 福建道安賢人、名所制、新妻御病法、また休校もこれ書き、父家内木工連館道安教諭、民末死二武士、遠平軍を訂正交渉しきちんし災下、平ため三軍、使い、タスク制止定業、a 十六年五月、訂正功績老病を行く、小へ継ぐくらい、樹脂儀三軍、葬儀起承、ただし各制度、百姓とも、居、次的創生、留守、 アズマヤスシ、ト軍天船ミコトノリ、A、花在国軍兵部民、愛石氏類、呪術査定、地方マターン、小生死分身第一、三十四年七月チー久し加卒、友夫人講師合葬天協集席山保。民国十八年、小原の高層橋場みかん、起こり玄母比、のよけ、玄母地、十立保存の母比分位、公明像自然大部、 生児情景と殺因佐藤御子創生死に、三軍官軍御子送りな、文章鎮後期婦人、祝帝公子母。民国四十二年、小政府指定ため台湾小史跡。民国六十年本府バチカンユン氏、胸地下海十州民国六十五年五月有本府、おさむ管理。台南県政府制、中華民国六十五年六月、陳久し家進む軍小墓園閣現在。 台南孔子病のそばにある台南英花宮は本来は広沢尊皇を祀る病であった。英略18年に陳久川先州府南安県から民間で親しまれている名都三大師の木造と観音大師を将来した。の木造は現在台南の自生宮に祀られている。真の時代、広沢尊皇の信者は病を立派にしようとし、 1750年に完成した。この時、陳久鹿の業績を記念するために、病の名前を A 花宮とし、陳久鹿の心臓を安置した。夢町園記秘務超園は、陳久鹿の友人である、李茂春が隠居した後住んでいた庭園であり、その名称は、陳久鹿が題したものである。また、陳久鹿はこの庭園のために、夢町園記を作っている。 これを碑文に刻ませ、李茂春に送っている。この碑文は現在、台南北家寺にある。台南市にある、英花寺という大通りは、陳久史家を記念して名付けられたものである。鄭成功は、民末新書の民間秘密組織である、広島の創始者で、陳久史家は、公文の実際の伝承者であり、陳近南と別の名を使った。少林寺が、西路を征伐した。 という伝説がある。そこでは、少林寺の僧兵が、西路番を撃退したが、少林寺は逆に新軍によって焼かれてしまった。生き残った五人の僧が万雲流を、兄貴分とし、並びに、陳久子を講師とした。五人の僧は、各地に地理天地界の思想を広めたので、天地界の少林五祖となった。公文上層部の人々が指摘しているところによれば、天は、 新朝の時代、多くの別名の秘密組織を持っており、新末に現れた王公東成明、正太縁などの革命党の人々は公に、天地界の創始者は低成功だと言い出した。侵害革命後、天地界の秘密任務は人々の知るところとなり、そのために、陳久下の天地界内部での地位が高くなったのである。これにより、今に至るまで、公文は、 陳久鹿の誕生日に祭りを行うのである。平尾伏式陳近南、終章英雄成なりようぜ金伊佐尾が奏駅、陳久鹿を公門の伝承者としており、その他多くの伝承もが奏駅のようにしている。父親祭子史上位。ありがとうございます。